しこまんかもごめんそっちは中学生の話だからだからそこをたまに忘れられてるけども中学校の時の制服の話なのでこれはああごめんごめんセーラーじゃないんですけど私はブレザーやけどあっそっかブレザー中学校セーーラもありやセーラーよ。あ、そううん。いつも履いてないだから履いてたよって言って今はいてたよあ履いてたんやああじゃあ話はお話やんこれわかるよって言ったや今。今わかるやんあいやいやいやいピンと来てないみたいな感じに聞こえたから 薄いなちょっと聞き直してくれ <laughs> でもそになったら分からんよ <laughs> まで聞,<ー>聞いて <laughs> ああなるほどねあ,あそういう感じでしょかあごめんなさい怖いそれでは始めていきましょう紅生姜は好き好き <laughs> <laughs> あ「ア <laughs> オープニングで全てが決まる」<laughs> <laughs> <laughs> いいです、ね、うん <laughs> まあまあこういう歌う時は歌うという感じで、ね、<ー>やっていしたいなと思うんですけどもいやもうだいぶね寒く、はい、なってきましていやいや珍しい <laughs> <ー>珍しいそれ長袖着てるもんね今日いやまあまあちょっと気ないみたいなの言ってたよねいやそうですねもちろん私もね、うん、あのなんていうのその長袖反対派ではないのでその, <laughs> その半袖の時に言われるのが嫌なだけで。うん その半袖着てる時に、いや、まだ半袖で行けるかとか言われるのが嫌なだけで。で、昨日の夜はちょっとさすがに寒すぎてから。で、ちゃんとさ、鼻水出てるやん、普通に今日。あ、いや、これはね、風じゃないんですよ。あ、ちょっとごめんなさいね、ややこしくて、彼女の薬を。もう忘れたのと、あの、家、今、の空気清浄機壊れて。ハウス半袖がすごいから。じゃ、また行かして、家、お願い。<laughs> いや、もう、今だとすごい、どんな感じな、の目で、分からへんわけよ。もち,もちろん、もちろん。え、だから、家でも、しんどいってこと。うん <laughs> 薬家大好きやでもしんどいそうだから、うん、あの家やと例えば花粉症でも、うん、薬飲んでるから基本的にね薬飲んでるから外でも行けるけど、うん、家の時ってさ薬切れる時間あるんやんえ何時に飲んで私ねだから,、ね、だからあの朝に飲むからあの寝てる時は切れんのよ わわかる寝る前に皆さん飲むと思うんだけど花粉症の薬ってでも私はちょっとでも長くしたいから朝飲んでだから朝起きてる時は基本的には鼻詰まってるっていう状態でも本来花粉っていうのは外やから基本的に家おったら大丈夫やからそうならんねんけど薬を切らしてるせいでハウスダストハウスダストがあるから朝起きたら鼻パンパンっていう。 状態なだからああそうそうそうでんかずっと稼働してね空気清浄機を人一回家出る時も切らずにそれ言ってたよねそう使いすぎたよんな多分なうんどんな感じ今ほんまにもう何も押しても結構だからまだ最近買ったばっかりで買ってもらったばっかりやからそんなあれやけどほんまにすごいもう目もかゆいしそうでエアコンもつけてるっていうのもあんねんけどうんエアコンつけそんなんなる うん、だから、エアコンだからちゃんと掃除してないから、うっていうのそれはね。なんかな、クワさんな多分ちょっとずつ私を見てる感じ、体がちょっと大きなってんねんな。まあ今はちょっとそうですね。大きい穴が太ってきてるもん太ってるときにな、クワさん、鼻も太んねんな。鼻も太る <laughs> ちょっとこんねんな。こんなに鼻の穴、大きくなかってんで。えで、鼻って太んねん。鼻もむくむし、太んねん。あ だから、皮膚が膨張してきて、引っ張られて。鼻の穴がでかなることで、鼻の穴絶対大きやってんねん。で、鼻パンパンなの、朝起きた時。穴がでかいから、穴がでかいから、入る、入る穴がでかになってるから、今。ハウスダストも。ああ、なるほどね。ああ、それで余計にってことなんか。うん。あ、私、そう、あ、もう今、鼻太ってる。鼻めっちゃ太ってんねん。絶対、あの、違うもん、昔と比べたらな。ああ、なるほどね。 あ、それはでもあるかもしれないね。確かにそれはそういうことないよ。あ、それはちょっと気づいてなかった自分で鼻太ってるっていやだってなんかこう笑顔になるときさ、すごい鼻膨らますやつある。もう全然それない。なんで今それそれそれ注意されるやろ。こっちのマギそれ強そうに見えるからやってた。鼻膨らましてる方が。 やっぱみんな花はさできたら花のちっちゃくしようちっちゃくしようとしたらるやんかやっぱりねここにもう追求したいもんほんまちっちゃくするやつああなるほどねだからみんなとできたら力入れてちっちゃくしようとするそうそうそうとかまあでもまあ <laughs> 私は別にかっこいいことやと思ってるこれからいい。それの <laughs> やっぱりさ。<laughs> それはね。やっぱ、牧場王とかも見て、正直知ってるわけやから <laughs>。あれかっこいいってさ。<laughs> いや、かっこかだったっけ何だっけ黒い、うん。で、牧場王。牧場、ま、王が一番すら。 あのでかいけどやっぱ鼻はね。うん。牙もおかっこいい。あと浜中に似てるあの。ああ。これちょっとお名前忘れてゃったけど。え。主人公のね男の子。ああ。私も名前はれちゃっ男の子じゃないかもしれないけどうんだからそうそう。なるほどそういうことか。家はもう今いい感じなん。いやもう家はよだから本当に。椅子追加されたでしょ。あのちょうでしょ。そうそうそう。ち椅子は人座れる状態じゃないねょっと。ああ全部物物置いて物置いて。うんうちょっとこれそろそろだからしなあかんのよ。 まあ個人的にはないけどまあ言ったらあさってね YouTube 撮るみたいな話でもらってるけど今はもう全然 YouTube を撮らないといけないもういやあんなんもうあれ一番の見てるらしいで今もなんであれが一番の見てんのあじゃカメラ2台ぐらい置いて片付けただけのいやそうだからねそうこの間この間ねちょっと浜崎あみさんの誕生日の日があった時に ハンドベルでゥ o b e っていうね話題になってたよねそれ話題になってたあれいやいやあゆがまず引用してくれててでまあそれをやってんけどそれやるってなった時にシーツ机がやっぱんか茶色っていうのがちょっとちゃうなと思ったからハンドベルってやっぱ下置く時にさ音ガンって鳴ってまうからちょっとクッション性というかを欲しいなっていうのでベッドのシーツを剥がしてそれあの。 さああああテロテロやからちょっと上品な感じになるからあのそれを机にかけてってやってうん、うん、そっからマットレスをむき出しの状態に今ねもうそれをまた戻すという作業をしてないから。うんうん、ハンドベルは置いた状態 ハンドベルはい捧げてます、さすがに。ハンドベル捧げてますて、ハンドベル捧げてます。ハンドベル捧げてます。これ、これが、ウビーを鳴らしたハンドベルですと送ってない痛すぎるやろ。痛いというか、その痛いとかの話じゃない。受け取りません、ンドル。いや、そんなはしてないです。そうなしてないですけど、ハンドベルちゃんと直しましたけど、そっからもう、マットもが剥き出して、やっぱもう、染みとかもできて、汚ってきて、 もうそしたら何もももする気起きなくなくんでねやっぱもうう,んもうこうなったらマット汚したいえわってなってえそう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 マット汚したい汚したいっていうか汚れてええわって感じやから今部屋結構ねいやあれあのー、青山さんの妹さんのところは頼んだりとかもしれないの今えちょっとやっぱお忙しいから<あ>タイミングが合わなくてそうやね<ー>もしかしたら嫌がられてない限りね <laughs> <laughs> 多分やけど嫌がってることはないと思うので毎回で同じことをさせるから本当に申し訳ないんですよ。何するだっけ二人で。その青山さんの今っさんで知らない方あると思うんですけど家事代行みたいな仕事をされててそれはなんかお料理作ったりとかそんなのしてみたいな。とかもあるし子供をお母さん子供なんかしてる間に部屋ちょっと片付けてあげたりとかってできる感じやから私は掃除を頼んでるんですけどいつもしてもらうのが あの、クローゼット。部屋のあんな服入れてるクローゼット。わかるわいや、何入れてるかわからんかなその、クローゼットウォーキングクローゼットの、ウォークインクローゼットの、ごめんなさい。ウォークインクローゼットの、あの、もう、その棚とかがもうガシャってもうで流れて出てきた状態で、上にね、衣装のケースとか入れてるからさ、それをさ、ガッて下ろしてきて、 衣装を出してそのままにするっていうのをっていうのを元にも戻してもらう、うんうん、これ毎回この作業から始まるんだけど「<laughs> 申し訳ないね」あーって言われる「いやあ」って言われるいやあ」<laughs> とか言われてはない言われてはないです、うん、同じことをさせるっていうのが申し訳ないほんまに同じものを詰めて <laughs> っていうのはでほんでうちは毎回言ってねほんまに申し訳ないっ毎回同じことをさせてって何、うん、て言われるそしたら あ,あ、もうそんな、そんな、そんなんって、<ー>全然、いいな全然ってって、全然<ー>、それ直してもらって。うん、で、床を、あの、カーペットの、なんて、コロコロで、やって。<laughs> 私が、ちょっと、さっき、コロコロだけやってもらえるとって、いつも言って、その、あ,<ー>あの。結局、掃除機かけても、コロコロしたら、めっちゃ、ケースが付いてくるれんか。だ<ー>から、まあ、掃除機と、コロコロ、<ー>両方やってもらって。 でえもう明細とかもまとめてもらって <laughs> <laughs> だから結構あの青海さん伊野さんそういう人じゃないゃもちろん分かってるからあれけど結構そのちょっとでもよくない心があったら結構持っていかれたら困るし類とか山ほど落ちてるから <laughs> <laughs> そう <laughs> じゃあティッシュとか落ちてるやん鼻かんだ <laughs> それを拾ってくれてるねすごいくに<う> <laughs> いや私も言うで「山そんな拾わたいてください」って。 でその場で言うだけやくワムさん手伸ばしてひらひらさしてさやめてくださいって言うだけあれ拾うんよって言でだよ言いますけどそれあ全然全然拾ってないからそうなってるやんこんな言いただけどコンあとで拾うんでじゃないや拾わんや今拾うよってことでしょうんそうそうだからうん。 とかそうそういうとかを、うん、してくれたりとかあからあ<ー>まあでも伸びるんやったらもう一回 YouTube で撮らしてもらってもいいかもしれないですね <laughs> でもなんか全く同じ状態って超えるんかなもう一個ゴミ屋いや全く同じでも持っときてないから <laughs> <laughs> 全く同じ状態じゃないよ全然 <laughs> 物も増えてるから全然ゴミ屋敷にはなってないやんなゴミ屋敷ではないです、うん、生ゴミとかはそんな落ちてないですじゃ生ゴミとかあることをゴミ屋敷ってわけじゃないよある程度まあ,、まあ、ある程度全然ゴミ,屋そうでゴミ屋敷ではないですね うん、だからその屋敷屋敷ではない全然、うん、そのレベルではないです <laughs> ゴミ部屋には何かけてるゴミ部屋ではないんですね<え>ゴミ部屋ではあるけれどもあ,<ー>あと段ボールとか今回やっぱ9月、うん、8月9月と単独やったじゃないですか単独でやっぱキッチンで回ったでしょ、うん、で荷物を送り返してきてもらってとか、うん、例えば名古屋行ってとか、うん、福岡に送り返してもらっての、うん 帰ってきた荷物をやっぱね片付ける作業できてないのよ。よ、うん、次の単独があったから二週間空いてるの全部。う二、ん、週間やね。じ <laughs> だいぶ空いてすごいペローペースロー、うんうん、全部二週間きれい<や>に開くっていう。いや,ういやそうや、うん、やねんけどもうにもう二週間たったんやってなってるよ正直今回。いや結構もう普通にちゃんと二週間。いやだいやちゃんと全部のもだからダン、うん、ボールがそのままなってるから。うん えっとじゃあ結局あれみんな気になってる包丁はどうやったんいや包丁がもう連絡取れてないなんでなあのホール私らが単独をやめてから終わってから多分ねそっからもうホールやってないんやと思うそれでじゃないとおかしいぐらい連絡取れてないから特注のねそう包丁作ったのかもさんどうやってと思うねでこに くこんないとあん言うたらあれけどそうそのやったらもう一回作る方がまだいいよな金額的にはいやでもさあなんか大い入りあるやんないやん <laughs> ないやんこんなにも連絡せえへんやつ <laughs> 何にも思えれないやじゃあ大阪でんマッペンもつけへんし 国防忘れれて国から急にタオル巻き出して「これで出ます」とか言って「いや探しに行きます」とか言って女の子走らしてスタ,スタッフさんが言ってくれてね、うん、じゃあ,ありましたけどなんか全部そう言ってこう続いてないやん「タングラブケーチ毎回ちゃうかったなと思ってなんか、うん、でもニュアンスあれだけツアー別物っぽいなと思って <laughs> いや国防のちょっと高なったりとかしてたええ、ね、もんないや高なってなくしてやったよ高なって、うん、もうまあどんどん高くしたかったけどなくしたことで低くなったからもう, <laughs> もう意味ないこれなるわ そんなやつ包丁なくすやつなんか。コックとしてはね、確かに。コックとしては確かに。コックじゃないもんな、クオサウだ。いや、コック、まあ、コックでは、私はコックではない。だから、まあ、そうですね。だから、ちょっと反省点はいろいろありましたけどちょっとそうですね。部屋は。でなんか、かりなあかんなって感じです。もうスペースを。レンタルルーム。キッチン用品を置く。そんなん。そんなん。今。やっぱ、お好み焼きをね、一枚を置く。 あの、ヘラあるやんか。でっかいヘラ。はあれを入れるスペースなんかないのよ。はいはい。絶妙にないやん、あれ。運ぶ用でもあるぐらいの。そう、運ぶやつ、お好み焼き屋ね、買ったね。あの、焼いた鉄板からお客さんの鉄板に置くみたいな、あのヘラ。何に穴も開いてないからかけられへんし。邪魔でしゃあないの、あれ。なんかあるやん。かけ、かけ、貼るとかさ、壁に。そう、でも穴が開いてないから、あの、この、持ち手のところに。うん、かドアあるやん。ドアの一回さ、取るやん。 ドア,のさドアの分、うん、取るやんか、うん、でヘラの平らな部分を貼り付けるやんうんほんで持ち手のところをあの引き戸とかにするのは 何を言ってる？なんかあるやん。本当私そんな。キッチ用品をあのドアの上に。めっちゃなんでそんな大阪ハウスにさ。いやよめっちゃ大阪やん私。好きやろ。いやいや大阪好きやけどめちゃおねラブホみたいな家にしたいから。無理やって。今キッチ用品まみれて。いやだちょっとねこれやばいね本当に。いやほんま 洗濯物も,もトイレに仲間で溢れてもうてるからさもう今結構結構大変でこれ <laughs> しどやんどい間危なかったこの間消防消防のさ点検とか家入ってきていやもちろんだからそれ一応隅っこに寄せて<ー>で,<っ>で,で私おらんかった不在やってもう不在中に来るってなってん結局そのなんか 時間間に合わんくて私がおる時間には来られへんってなってからもう不在中や不在中にオーナーで鍵開けてもらって入りますってそういうルールなんかなそういうのって。とりあえずそのんかもうえのあゆにだけ目をかけられへんから浜崎さんと写真撮ったやつはね人あれだけ下に伏せてあの写真だけ伏せることだけしかできんかったもう部屋片付けられへんかったから。いやの えっとフォースの子の顔が入った瓶はひっくり返る。あれはひっくり返した見られたからね。とかはね。そうそうそうあれはもうしゃとにか個人の家でさ消防法違法みたいなあるん。消防違法ってなんていうのあの消防違法じゃない消防点検ああ。な部屋入ってきて確認せなえからやつあれや。避難ハシゴとかは出せるのかな。そう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 それはオッケーだったギリギリです。

マジででもその五万ぐらいたから、思ってるあの倍ぐらい多かったわん。<laughs> 手なったらあうまさんいもさんもっと払うなん <laughs> てね。まあ払います、えー。ということでコーナー行きましょうか。うん、あ,あもうコーナーに。はい。ああじゃはいごめんなさい適当に喋ります <laughs>。適当に喋らっといて <laughs>、えー。恋って好き好き、はいえー。好き好きでは皆さんの恋のお悩みを募集しておりまして、私たちは恋の恋のお悩みに対して友達のに市民になって話を聞こうというコーナーでございます。はい メール来ていますジョニーアットマークジョナサンさんですよね、えー、初めてメールさせていただきますぜひアドバイスをいただければ幸いです半年前から通い始めた美容室の担当美容師さん同世代に恋をしてしまいました、はい、施術中は共通の話題で盛り上がることが多く、うん、以前は2ヶ月に1回のペースだったところ、うん 今は月一のペースで美容にに行くことを心待ちに過ごしていますいい、ねうん、何か行動を起こしたいとは思っているもののその美容師さんが結婚しているか<ー>彼女がいるかどうかも聞き出す勇気もなくわ、まえー、からないままですちなみに私は現在31歳でこれまでお付き合いした人はいますが、うん、好きな人に自分からアクションを起こし気持ちと伝えられたことが一度もありません<ー>言うとしてはそれまで関係性を壊すのは怖かったり成功体験をしたことがないことが挙げられます。 この美容師さんに対しても何もアクションを起こすことができないもう半年が経っていました。ええー、過去インスタを勝手にフォローしていますが突然 DM など送るのも失礼ではないか。うん、何を送ったらいいのかが分からず送れず自慢です。うん、ここからどう行動を起こせばいいか気持ちの持ち方をぜひアドバイスいただきたいです。気持ちの持ち方。ほう、まあ気持ちあれさ月一回ね楽しみにしてるっていうのはんうん。そうか。 熊本さん一回ちょっとあの美容師さんはね、うん、そろそろそろハイパービューティーをそういう使い方あでもほんまに写真載っ初めての方が使いたもんね載ってるから,乗るからまあそれ載ってたら見るよっていうそねうんそうですねだからえー、まあでもさこれさ半年前から2か月に1回で今1か月に1回ってことはまだそんなに合ってないよね確かにね五回とかうん でも結構だから話はしてるってことですよね、その間中、間は、あの、せずちゅつ、せずちゅつは。通常でもう言えないんだったら <laughs>。まあわざわざ言わなくていいですよ、ねうん、何してもらってるんやろな、そのパーマとかなんか、結構時間かかってるんかな。確かにね、うん。いや、まあそれは、えー、まあ私、まあその、うん まあ美容師さんやめとけみたいなことはまあ正直今の美容師さんに関してはちょっとなくなってきてるんかなと思うぞなんかちょっともうそのイメージが強すぎて結構今真面目な人もなんか増えてきてる感じがするぞなんですか分かるあの昔ほどそんな感じじゃないと思うそうそう,そう、うん、なんかもう逆に美容師がモテなくなってると思うよ、ね、多分いや、えー、一生モテると思うあモテてはいるいやけどチャラくないと思うと、うん、うん、だだからその代わりなんか彼女おる人めっちゃ多いなと思うぞうん フリーの人、私、あんまり会ったことないねな、なんかその、まあ、まあ、これ、まあ、確率によるから、あれやけど。そうやね。で、とりあえず、郵便はしてないってことでね、多分、今の時点で。うん。みえ、まあ、見えるところは、もう、確認できてるよな、多分な。そうやね。でも、その。確認するのは怖いっていう。とこね。うん、まず。でも、共通の趣味とかあるんでしょだってね。そうやね。共通の話題で盛り上がってます。うん。うん。でも。好きなタイプとかさ、そういうの聞くとき 病院とかってさなんか聞きやすそうじゃないどういうでもそれ聞くって急に聞いたらあ好きなんかなっていう感じはこれこの話をしてないんだねこれはどうですか雑誌とか見てて「こんなんかで誰が一番タイプ」とかそれとどれやんたこれ今言ってあのはこのジョナサンさんジョナサンさんがこの雑誌女の子とかの聞き方が最悪かも聞き方じゃじゃこれぐらいでも楽な感じで聞こうああ かわいいなぁ、か、綺麗なぁとか言ってて、いや確かに綺麗ですねとかって、容師さんがね、担当の人が言ってきて、ええじゃあ、えじゃあ、その、なんとかさんは、この中で誰が一番タイプとかあります違いや、最悪やな、笑い方が。いや、笑い方がこの今の母さんがめっちゃいいなと思ったら、この人めっちゃ綺麗ですよねって言って、話入ってくるやん。あ、え、じゃあこういったタイプなんですかやったらいいね。 この中で誰がタイプなんですかっていうのが別になくていいからっていういや僕じゃあもうちょっと短い方が好きですかねとかまあそれがな何にもなってんねん話まあまあまあせので指さすのは髪切ってくれよせいず止めんといて早いからなるほどねでもまあうん美容師さんと個人的に遊んだことすることありますなんか まあ、ライブ来てくれるまあ今はライブ来てくれるかライブ見に来てくれたけど、うん、別に、あのー、飲みに行きましょうよとかいう話はなるけど行ってはないそれ会えへん普通にな時間がなるほど、ねまあ、それもしかもそのパターンってやっぱ友達のパターンですもんね友達な,絶対にな好きじゃないな別にあのそういう意味でうん確かにねでもこれは違う人が髪の毛を洗う場合あるやんシャンプーとか女性の人とかはあ、はあ、にの時人に聞くしかないよね それ大胆じゃない結婚してるかであ、結婚してるかどうか。もう言われても OK な、でもそうやって。結婚してるって。いや、えっと、その聞いてきたことを言う可能性ありますよね。結婚してるよって言われたら、もう走って逃げたらいいやもう、びしゃびしゃで。ええ一生会えへんねんから。一生会いませんやで。ええ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 そうそうええ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 え え、結婚してますって言われたら、うん、失礼しますって言って。失礼します、せんでいい。失礼せんでいい。え帰ります。顔の,顔の髪、ビザ取って。<laughs> 帰ります。ちょいちょいちょい払えよ。お金。金払えそのびちょびちょ逃げるも払え、まあまあ、お金はな、払ってほしいですけど。<laughs> えーってなるし。<laughs> じゃ言うでというか、まあ、そうか。い,いないですよやったら別に言われてもいいわけやそうだよな、ね。えー、のあ、もうそれアピールになっていいってことね。うん、うん、うん,ん。なるほどね。 そう、そうこうじゃなくて。いや、いやいや、そ、そ、そこ別に知られ、知られたくないっていうのは一個あるんかなってう思うから、それはうん。ほんまに、付き合いたいと思ってる感じでしょ、ちょっと若干ね。うん。だったら、あのーあ。そうやな、ね。あと、あの、技術的にこの人を失ってもいいのかというところも一個。ああ<ー>。ほんまに技術として気に入ってるんやったら、もうちょっと慎重にいきたい。はい、もう別に、無理ってなったら、別の美容師さんでもいいっていうぐらいの感じなんやったら、ちょっと。そういうのあるか。うん。でも、確かに、 その,その人だけじゃなくて、うん、他の女の人と仲良く女の人というかね周りの人と仲良くなるって、うん、いうこといいかもしれんけど、うん、そこに何かある可能性もあるもんなそのそうやアシスタントがか他の人が、うん、他のそこの病院の女性の方が好きなパターンもありえるしな絶対あるもん,なえ久保さんのその、えっと、ヘッドスパイだったっ,け通ったけ通時時どやろう いいやいや個室みたいなところああそれヘッドスパヘッドスパでヘッドスパでその時はカットとかじゃなくてヘッドスパの、うん、短いねんな時間がアロマヘッドスパみたいな,なんかアロマを炊きながらヘッドスパしてもらうみたいなところで、うん、私が。 アルマをにおいとか選ぶけど私はその人を見たくて行ったから「においも何度もいいです」って言って「あのヘッドスパもマッサージ苦手がマッサージいらないです」ってめっちゃ変な感じになって「こいつ気持ち悪くなって」「ティッシュはいらないです」って言ったティッシュはいらないんでヘッドスパはなかったその時はちょっと斜めやからそうなかったんけど。 ちょっとんかさすがにキモいってなって初回で指名で行ったから怖いよな指名なんかその時あんまり気づいてなくてそれのキモさにだってんで指名なんやろってめっちゃ怖いやってホットペッパーでそれは見ていたからそうしかもなんか個室っていうのもあったからんか申し訳なくてそれがやっぱ怖いそれはついて気づいて個室は私個室のつもりじゃなかったよ向こうが勝手に個室の方に案内したっていうのもあるけど ちょっと怖いってなって、怖いなった、けどなって思ったから、もうちょっとそこから用意けんくてん。かっこよかったけど。めっちゃかっこよかった。<ー>かっこよかったし、めっちゃいい人やったし、で、技術的にもすごいよ、まあ、良かったけど、なんか。 そでもそそれちょっと時間短いもんねそう,でもこうまあそうやなだから、うん、高校生の時の担当やった人とかはええ、うん、なーってお兄さん的な感じでかっこいいなーみたいなのがあったけど、うんまあ、その時はもちろん付き合いたいとかじゃないから、うん、そうやねそう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 だから友達みたいに仲良くなるって飲みに行くっていうのが一番手っ取り早いけどうん確かにこのうん私ブリーチしてるから3週間に1回ぐらい行くんですよあ<ー>今めっちゃ行ってるねんけどど,どうやろうその

うん、ストレートパワーも3時間ぐらいかかるか<ー> <laughs> も。うん、それかまあほんまヘッドスパーあったら、うん、ヘッドスパーも結構1時間ぐらいかかるでもヘッドスパーってこの方がせえへんもんそうそうだからそうそう可能性あるなと思ってなるほどねうんもうめっちゃ注文つけるかやなめっちゃ注文うんその最初だからあの、うん、髪 切,切らないでいいですって言って紙切らないでいいですか？あまあ髪1センチぐらい切ってくださいって言ってあ<ー>あ,あごめんなさいすみませんでどうですかって言われてあごめんなさいあと2センチ切ってくださいってま <laughs> たあごめんなさいあと3センチ切ってください <laughs> なんでそれ何やるん <laughs> <laughs> えそれ何やるん時間かすぎてねじ <laughs> 3センチから始まった方がいいやんなんでなんで1センチから始まる

突然 dm 送るの、私失礼ではないと思う、はい、ねんけどな、そもそも。失礼なんかな。何の dm 送るんですか、でも。あでも、なんか。あそうか。うストーリーに反応するぐらいの方がいいか。うん。と思う、ね。うん<ー>。そうや、ストーリーに反応するぐらいがいいんじゃない、それそういうことね。そうしましょうか。うん、差し入れやなあとな。あ何がいいですか、今。流行りは。流行り。うん、久能さん、ちょっと見捨てるじゃないですか。あ。いや、でも、味はうまかったって言ってくれたから、パン。うん、パン。 ああパンああ生肉の生肉の生肉の生肉やんパンなんか一番嬉しいやん <laughs> 東京来てからパンにしたけど最初ねそれ高校生食べ物持っていくやめてもう <laughs> えいいって何も持っていかんで漁シ <laughs> <や>さんって別に差し入れじゃないと思うでトリートメントの質やで絶対あやってほしいっ、うん、私はそう思ってる お金を使っいやとそれした上でよもちろんねそりゃまあまあそやな肉じゃなかったらいいんじゃない食べ物は別にあるいはチョコレートとかさだってちょっとつまめでやっぱ病師さんってやっぱ昼食べれてないのは絶対確実にそういからちょっと軽くパッと食べれるのはでもほんまに迷惑ではないと思うなまあ持って帰るってこともできるやろうしうん ここれこれもやってるかそのその人が働いてるところのホットペーパービューティー見て同じ苗字見たらもうそれさ一番初めにやってるか<え>奥さんが働いてるっていうのはもう別にいけてるのかああそれを確認するってことそれはいけてるかそれどうな,どうなでもそこさでも別の苗字別にしてる方多いんじゃないですかそうか,そうか、うん、その働いてる時は,は家族でやってる病院以外でやったら。 まあ一回でも写真見てみて、うん、インスタとかやってないんかなそういうなんかさバーベキューとか行ったりとかしたらさそうをけたりするパターンもあるあ,あるんちゃう別に向こうインスタやってるやんしそうなだからそういうのとか、うん、見てちょっとチェックするとかはおるかおらんか、うん、のチェックだけで言うとねうん、うん、私ほんまにねあのアクション起こした方がいい派なんで、うん、あの結婚しようかは一発目に聞いていいと思いますなるほどねはいあとはまああとまあけなげな感じを装うとかやったら、うん、その ま、一個、いや、そこまで、私、喜んでもらったらそこまでしてくれなくて、い<う>なんかその、いや、そんないいお客さんいないですよ、みたいな感じで。うん 言われたことあ私やっぱパーカーとかシャツとかめっちゃ好きやからさ着ていくけど漁師さんってやっぱパーカー困るってよく言うやんフードが邪魔やからっていうのでシャツとかもねやっぱエリーシャツはしゃあないけどエリーがグッてなるからストレートとか当てるときは駅つ着いたりするから困るっていうのでいつも私それ脱いでヒートテックになっててんけどそしたら「いやもうそんなしてくれる人いないです」って言ってめっちゃ喜んでくれた記憶あるんだよ東京でったのに。喜んでくれたわけじゃないよ別に。でガバッと脱ぐん その、あの、頑張って飲む。頑張ってんヒートフェック 1! ヒートフック 1! え、私嫌だえ、ブラスけてるよないや、でもけてるよ。私、まあ、つけてた顔あけてる待ってヒートフックってそんな分厚いその、まあでもなんか、上からさ、切るやんか、一を。切るけど、なんか、マントみたいな。で、その時は、あの、これ、2、3回結構、まあ、やっても、もう、間違えるから、いつもパーカーで行ってまうから。 まあ女性のね、スタイリストさんでもそうやし、その男性のいいなと思ってる人大阪の時は、と時もやったけど。いやほんま、ほんま、いやもうそんな気遣ってくる、そこまで気遣ってくる人、ほんまいないですよ。まさ、すがですね。さすがか、これ、マジで言われてた、これほんまに、あの僕のやると、ほんまに。それはやめた方がいい。びっくりする、ガバはびっくりする、そのいや、ガバじゃなくても脱ぎ脱ぎ脱ぎでも。脱ぎ脱ぎ脱は嫌や、気持ち悪い音 アクション起こしてください怖くないです何も頑張りましょうねちょっと一回ね時間長くしてもうちょっとブリッジかストレートとかね一回やってみてください当トリ取りメめとね追加するとかヘアセット最後してもらうもねいいよねあれこれ可愛いとか言ってくれる確んにテンション上がるから。 ということで、えー、またね皆さん、悩みを募集しております、はい、メールアドレス、b e n n j o c r j p までたくさんのメールをお待ちしております。はいえー、そしてもう,もうすぐですよ、これ今21ですね、紅、はいえー、ショが好が好き初めての公開収録は10月27日、はい、日曜日でございます。 神戸ハーバーランド高浜岸壁で開催されます、えー。15時30分からですね、えー。入場無料ですので、ぜひお越しください。はいえー、さらに、ラジオ関西祭り会場のラジオ関西ポッドキャストブースでは、我々の紅ショガ好き好き、マユリ,、えー、リカのうなげローリン、八口ダブル東のグッズ販売します。うんえー、そのブースで合計2000円以上商品をお買い上げいただいた方には、紅ショガ好き好きオリジナル紙袋をプレゼントします。うん、ぜひ皆さんね、足運んでいただきまして、でそこで、 一つねコーナーをやろうと思っておりまして、まあ私紅生シにですね、こう何か励まされたいことがある方、その内容ね募集したいと思います。どういう感じでもいいですよね。あどんな、でも恋愛とかじゃないです。ねはい限らない。家事育児応援してください。こういう感じでも全然問題ないので、まあ一応その Q R コードとかを当日そのポッドキャストブースに置きますので、当日来られる方本当にそうここからね投稿しましいなかったらちょっと確認します。 あの励ましません申し訳ないですこれは悪かったら中野さんに作ってもらって何を架空で作ってもらってさもねお母さのようにしてもらったらいいはい皆さんぜひ来てほしいなという感じでございますよろしくお願いしますということで最後熊んさんの小話で終わりたいと思いますは便秘書が好きづきここまでです皆さんさよならさよならあのこれちょっと まあさんとか昨日ね、あの、世間知らずの西田さんで、後輩のね、西田ちゃんとちょっとご飯行ってきたんですけど、その、西田ちゃんにね、ちょっと、あの、報告というかね、そうそう、西田ちゃん、たぶんちょくちょく聞いてくれてって気がするから、ちょっとね、あの、その日、昨日ちょっと言えなかったんですけれども、気づいてたかなっていうのだけちょっとね、一個、あのちょっと言いたいことがあって、あの、昨日、普通に、あの、居酒屋さんでご飯食べててね、その、ぎんなんのね、あの塩、 塩辛焼きみたいなあの殻を殻を塩で焼いて中の身食べるやつあるじゃないですかぎんなんの。うん、あれをねこう頼んだんですけど、うん、あの最初ね普通にこう殻ね剥いてぎ、うんなん食べて美味しいねホクホクって言ってたんですけどね、うん、その,あの最後の2つね私が食べてるやつねあのほぼね私が剥いてね食べてたんですけどほぼ最後の時はねあの、うん から、からしかないやつやって、みーが入ってないタイプのやつだったんですけどね。あの、からむいてね、みーないけど、みーないわってなるの恥ずかしいから、うん、あの、エアーでみー食べてたんですよ。これ、西田さん気づいてないと。